習は人の助けてくださいからスタートするんだよ。大屋業いうのは人を応援しやすいんやっていうところなんですけど、うん、まあ分かりにくいねこれ普通。うん、でこれ野田君の解釈はどうやねん、どういうことっていう、こっち分かんもやっぱり、まあ何かそういう人が助けてほしいような人が現れたからそれをスタートしたっていうのもある、うん、いやお願いですって、現金必要なんで土地買ってくださいって、これ多いねんな割との中でも。やっぱりあの親父病気とか、せがれおかしになったとかなんかね、うん、そういうのあるやろ、うん、ほんなもこう大量に現金必要やろこれ。な病院にかからんなら、入院生なんなら、手術受けなんならんって、こういうことやな。いわゆる人の命には帰れませんよっていうな、自分の資産であってもって、こういうことやな。でそういう依頼を受けてそこに急行して、まあその不動産土地を見て建物を見てな、ほんでそれまあその困り具合、その人の困り具合だとか、なんか仮病もあるわけで、そやろな。だから土地が素晴らしいからだけではなくな、その人がいわゆる、まあ、困っとるというね、はい、うん、苦しんでいるっていう状態を見てこうできましたと、はい、でそうしたらまずそこで一人助かってる、まあ一家族が助かってるわけやね、はい、ああよかったお父さん無事に手術受けれるわっていうことやかな、はい、うん、ほんでそれから今度ねそれこうやって、まあ、合筆した分筆したり地目変えてみたり、いろいろ暇がかかんねんけど、それを全部会社にお願いしてそれやってもらってな、ほんでそこから、まあ、そのプロセスの間2年も3年もかかるわけやな。その間に地下っていうのは高騰もある、ほんで高騰ってよかったっていうな、はい、そんな感じやな、うん、高騰するわ。いや寝かす境やね、寝かすからやねな、ほんで寝かしてる間に準備を進めてるわけやんかな、地目変えてみますな、ほんで合筆とか分筆とかいろんなことやりますな、ほんでインフラな、水道入れます、地下水掘ります、いろんなことやんねんで、電力引き込みますな、ほんでそうしたらその電力代とかインフラ代とかが地下の高騰とな、相殺できる、相殺できるわけな、そのこれ便利やろ、そうやんな、うん、でそこからのいわゆる会社委託による販売とか転売とかっていうパターンプロセスで約5年から10年かかってるわけ、うん、そういうことずっとやってきてるもんだから、まあ慣れっこなんやな。でもそこでまた次家族な、何世帯かの家族の笑顔があるやろそこに、うん、だからそんなイメージないな。だからまず困った人助けからが絡んでないと買いませんよっていう、それぐらいの勢いなんですか。勢いやな、はい、だからバリの人に、まあ、喜ばれる、応援してもらえる、わかる、ほんで地域の人にも受け入れられやすい、だからこっからスタートする、うん。